お役に立つことができれば提案しよう。お役に立つことができなければ、もうある意味ではもう帰ろうと、それぐらいの決意でですね、営業へ臨むことに、したんですね。皆さんこんにちは。質問型営業の青木です。この番組は営業に関するお役立ち情報を提供させていただいております。さて、今日のテーマは、営業というのはやっぱりどこまで行ってもお客様のお役立ちに徹する、そういうものであるっていうことをですね、ぜひ今日は改めてお話をさせていただきたいと思います。これは私の営業人生のですね、もう本当にやってきた実感でもあります。お役立ちということに徹すればいいんですが、どうしても得てしてですね、自分の成績を上げたい、なんとか売り上げを上げたい、収入を得たい、望むことを実現したいということで、気がつけば自分の売り上げが先っていうね、こんなことになってしまう可能性があるということですね。どこまでもそうではなくってですね、それはお客様のお役に立った結果として、実は得られるものである、こういうことにですね、気がつくのに実は私は12年もかかりました。飲食をですね、この会社が、倒産の憂き目に遭いましてですね、そしてたまたまこの私自身がですね、フルコミッションセールスマンというね、そういうセールスの道へ入りまして、もうすでに今でですね30年以上経っておりますけど、まあ最初の頃はですね、もちろん商品素晴らしいなと思ってその仕事に取り組んだわけですけど、いつの間にかやはり自分の収入を稼がないといけない、それから会社、ではですねやっぱりコンテストやいろんなことをやってくれます。そのためにやっぱりトップを取らないといけないというようなことがですね、どん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 こう考えるに従ってですね、知らず知らずに売上を上げるためのお客様っていうね、こんな状態になったんですね。そして、気がつけば、自分は将来こうなりたいなんていう写真をね見て毎日こうイメージをしたりもしたんですけど、自分が舞台に立ってトップを取って表彰されてる姿を一生懸命こう自分で描いてね、やっていたというようなことでですね、そういうことも加味されてどん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 ですね、自分が先、売上が先っていうね、こんなことになってしまいました。とにかく売るために頑張るっていうね、そういうようなことになっていくとですね、非常に、もちろん行動的にねやりましたけど、売れる人を探す、そして、なんとかその人を見つければ、買ってもらおう、売りつけようというわけではないんですけどね、もうなんとか売ろうというような気持ちに、なっていく。当然、強引にもなるところもやっぱりあったと思うんですよね。そしてその結果としてトップランキングにも入りまして、成果も上がりました。でも本当に心はですね、もうズタズタでしんどい、大変、そういう中で、毎年毎年ねトップになって5年間のランキングで、そういう中でも1番になったりもしましたけど、やっぱりねそういうことを積み重ねるとね疲れますよ。そして実は、稼いだお金もですね、そういうストレスのために使っていったりですね、結局そんなことを繰り返してはたと自分に気がついて、これでいいのだろうかというようなところにですね立ち戻ったと。それがなんとね12年もかかっちゃいましたよね。実は、そうではなくって何のためにやってんのかって言ったら、やっぱり喜ばれるためにやってるはずやっていうところへ立ち返ったわけですよね。そこで自分の在り方を非常に反省をしまして、とにかく、
もう一度その原点に立ち返って、原点っていうか本当の始めたそのこの意味ですね、この商品っていいのだと、喜ばれるはずだと、喜んでいただけるもんだというようなことでですね、実は立ち返りまして、喜んでいただくためにやろうというようなことで、本当に自分を改めまして営業を再スタートしたと、そんな歴史が実はあるんですよね。そしてその再スタートするにあたって、強引に売るということではなく、もうある意味では成績ももう置いといて、とにかくお客様のためですから、ということになるとどうなるかというと、お客様が何を望んでんのかしっかりとまず聞かせてもらおうと、商品説明よりもまずそれを聞かせていただいて、そこにお役に立つことができれば提案しよう、お役に立つことができなければもうある意味ではもう帰ろうと、それぐらいの決意でですね、営業へ臨むことにしたんですね。それともう一つは、自分が用意してた、毎日こう見てた写真ですよね、自分が舞台上がって、そういうことではなくて、お客様が買っていただいた時の笑顔の写真、まあいろんな笑顔の写真をですね集めまして、こういう笑顔になってもらうために私はやろうっていうようなですね、そういう決意を持ってですね、やり始めました。実はこれが私どもの質問型営業というところへたどり着くようになったんですけど、それをやってですね、大きく私の人生はこう営業人生変わってきたんですね。何が起こったかというと、お客様のことをまず聞かせていただくということになると、自分自身のですね、自分が先っていうことがなくなって、お客様のことが先っていうことになって、いろんなことを聞かせていただけるようになったんですね。まあ最初は下手くそでしたけど、だんだんこうね質問が慣れてきて、どういうことを望んでるのか、どういうことが悩みなのか、そういうようなことを聞かせていただくようになってきたらですね、この方のためにお役に立ちたいなんていう気持ちがですね、湧き上がるようになってきたんですね。そして、そういう中で私どもの商品というのは役立つなと思ったら、本当にいいものがありますと、ぜひ採用されませんかっていうようなことをお話が自然にできるようになりましたらですね、お客様の方からですね、買っていただくと、ぜひそれをうちでも採用させてくれというようなことでですね、今まで一生懸命こう押してたものがですね、お客様の方から言ってもらえるようになってきたっていうね、そういうことが起こるようになってまいりました。そしてそれが、1人2人3人とどん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 増えてですね、そして自ら採用いただくっていうことはどういうことかというと、お客様が感謝してもらえる、いいものを紹介してくれたと、そしてそういう中でですね、お客様が、さらに追加の申し込みをいただいたり、あるいはご紹介をいただいたりですね、そういうようなことによって、今までですね新しい新規のところばっかり一生懸命やってたものがですね、実はお客様からのこう広がりになっていって、少しずつ新規もですねしなくていいようになってきた。そして、モチベーションもですね、最初の頃は上がったり下がったりね、成績も上がったり下がったりっていうことがあったんですけど、ある一定ラインでですね、売り上げがずっとこう上がり出してきたっていうね、そんなことが起こるようになってまいりました。実は、営業というのはお役立ちのためにあるんだということに、本当に自分の体験を通じてですね、ますます、自分自身が確信を持てるようになってきたと、そういうようなことで、実はこの質問型営業という形になってきたというようなことでございます。これは私の人生ね、営業人生をかけてぜひ皆さんに、お伝えしたいことでございますが、営業というのはお役立ちのためにあるんだというようなことをね、ぜひ心に刻んでいただいて、
そのためにまたねこういう YouTube なんかもね、聞いていただければ役立てていただければお役に立つんじゃないかなというふうに思います。今日は、お役立ちというね私の体験を持ってねお話をさせていただきました。いかがでございましょうか。このね、番組が役立ったと思ったら、チャンネル登録あるいはコメントぜひ、いつもお伝えしてますけどご質問のある方は直接ホームページの方からですね、ご質問いただきましたら直接私の方でもねお答えをさせていただきますんでね遠慮なくいただけたらと思います。以上でございます。ありがとうございました。